俺も小6から使ってるハサミ。そんなんまだ持ってる。俺それを要はあの筆箱の中入れとってん、うん、でも九州かどっか行った時飛行機乗ったやろ。あ、鹿児島行ったか。鹿児島行った時か。大分行った時。あ、そう、その時にさ、乗った時にさ、ビーってなってさ、これハサミ入ってますね。ここで処分するか。いや、そうお前が悪いやん。ここで処分かと思って。最悪や。ほんまに毛利ってほんまひらがなで書いて、お母さんが書いてくれたやつ。なんでそんなん持ってきたんだ。めっちゃ切れ味いいね。わかる、あのシャキシャキシャキじゃなくてこう、こういけるやつ。いくやつな。いけるやつ、うん、めっちゃええやつをここで処分するか、うん、もしくは U パックで実家に送るか。おあ、 U パックできんねん。できるできる、うん、でもさすがに俺 U パック時間もなかったし、 U パックは無理やってなって、うん、で一回行ってで、もう処分してくださいよ、うん、ああ処分になったんや。あ、処分になって行って、うん、ないな。でも俺マジで泣きそうになってもうてでまだちょっとだけ時間あったから引き返して、すいません、やっぱり U パックにしてください。ああ、もう一回やっぱ思い出が。ああ、そうそうそう。よかったな、でも、うん、間に合ったんや U パックに。うん、あ、そうやな、別にどっち行ってなかったもん。そうそうそう、ほんまでもほんま危なかった。やばいやばい。 U パックそっからはもうちゃんと家に置いて。あ、もう飾ってんのよ、ちゃんと。そうそうそう、だから家でだけ使うみたいなことにしちゃう。いや、もう物にはやっぱ深い愛情があるから。